良き昭和の原風景が残る天竜の街をお散歩です。なんかいいですよ。なんか帰郷したって感じしますね。ただいま。あ、どうもすいません。こんにちは。おペコリーペコリーノ、そうそう、山の家喫茶&ダイニング。わかりました、わかりました。そろそろ室温26度が欲しいんでしょね。こんにちは、どうもすいません、急に入ってもいいですか。あ、大丈夫ですよ。いいですか。あら、いい雰囲気。ほら、どうぞどうぞ。こんにちは。まあ、なんてもう優しそうな方だ。本当に桜桃子さんが描くようなタッチのね。こんにちは。こんにちは。岡部です。岡部さん、はい、いつからですかここは。一昨年の9月からですね。 あともうすごいね。2年。おいくつなんですか。今年で27です。25で勝負したんですか。そうっすね。やりますね。やっちゃいましたね。すごくいい雰囲気ですよ。ありがとうございます。嬉しいです。母さんに乗るようなね、ブルータスとか。いやー、いいですね。これちょっと、よ、黒電話。そうです。使えるんですかこれ。使えるんですよ、これ繋げれば。はい。懐かしい。ほら。やってたね。こうやって文字もしながらね、こう。あら、なーに、いいじゃないですか。いや、いい、すごく良くないですか。ありがとうございます。開放感あって、はい、風も入ってくるしね。クーラーいらないもん。クーラーいらないですかね。え、はい、お待たせしました。すいません。いやー、綺麗な食べ物。うわー、あとこちらが黒もじ茶。え、和菓子なんかをお召し上がりになるときにでっかい爪楊枝みたいのありますね、ついてくるじゃないですか、はい、あれ黒もじって言うじゃないですか、はい、あれなんか植物の名前なんですよ。その木の枝のチップをお湯に浸すとこういう綺麗な色のお茶が。黒もじ茶、はい、すいませんね、 CM 持ちしちゃって。じゃあちょっとね、私の、グリーンティーです。あ、おいしそうです。緑茶ってありますよね。え、それを水でやりました。あ、なるほど。ゆるぺこティータイム。どうも乾杯。どうも、お邪魔します。初めての味。あ、なんかフルーツみたいなのがフルーティーですよね。そうですね。一瞬あんま飲んだことないです、本当に。うん、今日一日じゃ表現できないな。ちょっといただいていいですか。はい、ガブッと。ガブッと。うわー、ほら、きれい。うわー、チーズもこれ、あらら、ねえ、いっちゃいましょう。うん、おいしい。ハムの塩気とね、このチーズのね、ちょっとコクと卵がやっぱね。卵はパンもおいしい。めぐみちゃんは何担当なんですか、このデザート。うん、だよね。すごいいいバランスお二人ですね。お二人はどこで出会ったんですか。中学生の同級生。同級生？漫画みたいな。めぐみさん、半年後俺のこと覚えてるかな。覚えててくださいよ、こんなおじさんが遊びに来たっていうね。地元出身の中谷さんが天竜の山と町の交流拠点として2年前にオープンした山の家。天竜の食材を使った創作メニューが評判です。